井県民生協の産直産地見学会へようこそ。本日は福井市高谷町で白ネギを栽培している小西農園を紹介いたします。株式会社小西農園代表の小西大作です。小西農園では8月から翌年の5月まで約10ヶ月間白ネギの栽培出荷をしています。年間で約120トンから140トンほど栽培しています。面積でいうと 7.5 ヘクタール、白ネギ以外ですと6月に白ネギがちょうどないので、ブロッコリーを作っています。小西農園では常時雇用の従業員が 4名と地域のパートさんが3名、あと障害者事業所と業務提携をしていまして、そこの障害者の方3名とスタッフさん1名が毎日来てくれています。僕は高校を卒業した後4年間ほど交代制の工場で仕事をしてました。ですがその4年間でなかなかやりがいを見出せず、自分の作った商品が誰の手に渡るかもよくわからない中、なんか自分しかできないやりがいのある仕事をしたいなと思い、たまたま実家が農業をやっていて、浅い知識ですが若者が少ないっていう知識はあったので、やっぱチャンスかなと思い、ちょっと実家の農業を継ぐことにしました。うちの一番早い作型で言いますと、11月上旬に白ネギの種まきをします。その種を、来年の3月中旬までビニールハウスで育苗します。そして3月中旬に田んぼに定植して土を5、6回寄せて出来上がるのが8月上旬ぐらいになります。まずうちの白ネギは全て水田で栽培しています。水田は水はけが悪く、かなり畑と違って作るのが難しいんですが、水分量が多いんでネギはみずみずしく美味しい甘いネギに仕上がります。もうほんとこれぐらいの時期が限界、来週ぐらいからずっと雨続くんで、もうそこから手掘り、よほどの雨で、カッパ来て、と水溜まってもう水浸しです。もうカッパ来て気合で1本ずつ、今からが重労働。そう、こっからですよ。冬は本当に過酷なんで、雪、そうですね、ある程度20センチぐらいまでなら収穫入りますけど、まあ、葉っぱが結構隠れ積んだらもうストップ。その時のようにちょっとハウスでも作ってるんで、まあ、ハウスでなんとか 1,2 週間しのげるかなっていう感じですね。葉っぱの枚数が多いといいんですよ。葉っぱの枚数で太さが変わるんで、ガーッと10枚ぐらいついてるやつはすげえ増えますよ。25度ぐらい、25度下回るとネギがやっと成長しだすんで、それぐらいの気温になると1週間に1枚ぐらい新しい葉っぱ出てきて、バーッと展開する。夏はピタッと成長止まるんですけど、っていうかもう逆に細くなる、乾燥で外の葉っぱから枯れていくんですわ。ネギ作りで一番大事にしていることは、ネギの葉っぱをじゃなくて下、根っこをどれだけ生やすか。うちは根っこを生やすことにかなり工夫していて、まあ、有機肥料を中心とした施肥設計、あとネギとネギの間の間隔、全国的には1メーター取るのが普通なんですけど、うちは1メーター40センチかなり広めに取って、風通しを良くしたり、
ネギに光、日光を浴びすことができるんで、ネギにとってかなりいい環境で育ててます。あと機械、真ん中を小型のトラクターで中耕するんですが、その時に根っこを切っちゃうとかなりネギにダメージを生んで、広く取って根っこをなるべく切らないようにっていうのを心がけてます。風通しいいんで病気も少なくなる、っていうのと、やっぱ作業効率、歩行型の管理機じゃなくてもうち乗用の小型トラクターとかでちょっと楽して働きたいんで、それを入れるためっていうのもありますし、長いこと農業できるように常用で楽するために工夫してやってます。僕が一番おすすめしたい食べ方は白ネギの天ぷらです。白ネギを天ぷらにして塩をつけてシンプルに食べるのが一番おいしいと思います。白ネギは油との相性が良くて、やっぱり 生で食べても美味しいんですけど、じんわり熱を通すことでかなり甘みも増すんで、なるべくその炒めたり揚げたりしてもらえると甘さが出て美味しくいただけると思います。小西農園の、情熱と愛情を込めて作った別品ネムカ、どうぞ皆さんぜひ食べてみてください。